Thank you.
チューバーのソロをやっていたのは松本忠頼です。そしてチューバーのこの楽器と同じ、ね、色をしているんですけど、先ほど荒木さんが言ってピッコロトランペットといって、普通のトランペットの1オクターブ、ね、大きい、逆に言うと普通のトランペットの半分の長さで、とても吹くのが簡単なんですよね。嘘です。とてもプレッシャーも倍ぐらいかかるので、圧力、それを軽々と吹いてしまう荒木さんです。それでは、次にですね、アフターユーブボーンという、まあ、スタンダードなんですけど、そちらのジャズスタンダードの曲を、このブラスにアレンジしたもので、結構テンポチェンジが、ね、多い曲を演奏してみたいと思います。それではお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。アフターニュー部門でした。